ステーションワゴン。ステーションワゴンは、車体形状や、使用形態により分類される自動車の形態の、一つである。いわゆる2ボックスの形状で全部には、エンジンフード、後部には、乗員の座席と一続きの過失を備えている。1990年代以前は過失に、予備座席、ジャンプシートを備え現在のミニバン並みに使えるものも、少なくなかった。単に、ワゴンとも呼ぶが、 報道などでワゴン車という場合はワンボックス型であることもある。当初はフレームの剥き出しの自動車に人も荷物も乗せられるよう仮装した自動車だった。その仮装方法により人を乗せるか荷物を乗せるか人も荷物も乗せられるようにするかの違いだった。乗用車の作り方がモノコックベースとなってからは乗用車のセダンタイプをベース車両として設計された自動車では その設計ベースなら、セダンの屋根を延長してと言えるが、そうでないならそうとは言えない。セダンの屋根を延長したものが、ステーションワゴンという定義はない。ノッチバック、サンボックスセダンの屋根を後端部まで伸ばし、その屋根とショルダーラインとの間にも、ガラスとピラー、柱を入れて、トランク部を大きな過失としたもの、日本でのナンバー分は3カ子。 ピックアップトラックの荷台を屋根付きの貨物室としたという発想はベース車両設計がセダンであるというだけのことであり当初のベース車両がどのようなものかとそれがステーションであるかライト版であるかとは関係がない同じベース車両から作られれば両車は車両としては同じものである違いはその使用形態にあるのみであり日本ではその使用形態が法律上の区分つまり 税金区分となり、常用車区分のステーションワゴンと商用車区分のライトバンと区分けされている。ステーションワゴンもライトバンも貨物室の両側面にガラスのウィンドウを持つものでは見た目も同一であり、単に法令上、税制上の区分でしかない。一般にはステーションワゴンが個人ユースの装備を持って販売されるために豪華仕様に見えることが多い。しかし、 両車はコスト面から全く同じ車体を使用して生産される。車名すら同じという子も多々あることが多いため、一般的にはステーションワゴンとライトバンの両者の違いはわからなくても当然である。また、現代でもフレームベースの車両で作られればそれもステーションワゴンやライトバンであることには変わりはない。人と荷物を乗せられればステーションワゴンやライトバンであり、それに どういう名前を付けるかであり、日本では、法令上、乗用車区分で販売したいなら、ステーションワゴン、商用車区分で販売したいなら、ライトバンと呼ぶだけのことである。運送車両が大型化したことにより、一般に、バンとは、トラックの箱車、荷台が覆われているもののことであり、2トン、4トン、10トン、それ以上などの大型も含む。つまりバンの範囲は、 いわゆるワゴンの範囲よりも広い。一方のライトなバンとは当然ながら日本で通常ライトバンと呼ばれる車両も含むがさらにそれよりもはるかに大きくハイエースよりもさらに大きなものを指すのも一般である。よってステーションワゴンとライトバンを対比させることは間違いである。しかし自動車発祥の地である欧州においてはライトバンで貨物室の両サイドに 日本のそれのように、ガラスウィンドを持つものは存在せず、荷物室の両側は、ボディと同じ鉄板製であり、窓もないため、ワゴンとバン両者の違いは顕著である。一般的には、ステーションワゴンは十分な貨物スペースを保持するもので、あり、貨物スペースが大きいのが特徴であるが、近年はデザインを優先させた面から、リアオーバーハングやラゲッジスペーの容量、奥行きを大幅に短縮したため、 ハッチバックタイプとの見境が難しいモデル、三菱、コルトプラス、スバル、レボング、マツダマズダ6ワゴン、トヨタカローラツーリング、またハッチバックでありながら、ワゴンと名乗るモデル、マツダファミリアエースワゴン、マツダアクセラスポーツ、スバルインプレッサスポーツ、トヨタオーパー、トヨタアルテッツァジータ、レクサスイズ300スポーツクロス、スズケエリオ等、メーカーや時代によっても基準は分かれる。 また、車検証での車体の形状の表記種別の一つでも、あり、トヨタイプサムや、トヨタウィッシュ、トヨタプリウスアルファー、3列、シートモデル、ホンダストリーム、ホンダジェイド等一般的にミニバンと認識されている車両も、車検記載上は、ステーションワゴンとして扱われる。ステーションワゴン以外には、セダン、クーペ、ミニバン、トールワゴンなどがある。しかし、 趣味的な利用の増加によって優れた居住性や高いドライバビリティを持ったステーションワゴンが登場し、現在では積載能力にも配慮しつつ、上質な性能を持つものとして認識されている。走行性能、居住性、積載能力、駐車場での取り回し、燃費などについて、高い領域でのバランスを持ち高い実用性を持つものの、1990年代半ば以降、 その人気、需要は、クロスオーバー SUV やミニバン、軽トールワゴンを含むトールワゴンに転じている傾向が強い。現在、こうした新しいジャンルの車種とステーションワゴンとの境界は非常に曖昧である。これと同様に近年における、ノッチバックセダンとノッチバッククーペとの境界も非常に曖昧になっている。なお、車検証の形状では、乗用車は零零一箱型。 零零ホロ型、零零三、ステーションワゴンの実質三種類しか用意されていない。ため、いわゆるセダンタイプ以外は、ステーションワゴンと表切れている場合が多いが、実際の形状を反映しているわけではない。最初のステーションワゴンは、列車での旅行の時代の製品だった。それは、デポハックと呼ばれた。デポとは、鉄道の駅の意で、ハックとは、ハックニーキャリッジ。 英国が支配していた時代のタクシーの呼び名のことである。また、キャリーウォール、キャリーウールズ、全部何でも運べるとの意図も、サバーバン、サバーベンス、郊外の意図も呼ばれていた。ステーションワゴンは、デポファックと同意で、それは、ワゴン、つまり人と荷物を乗せる車で、かつ、そのワゴンは、列車が、駅、ステーションに着いたときに、 列車から降りてきた人とその荷物を受け取って乗せ、近所の最終目的地まで連れて行く役割をしていたことから、ステーションワゴンと呼ばれた。初期のステーションワゴンはトラックの進化だったため商用車とされ、一般消費者向けとは考えられていなかった。初期のステーションワゴンのフレームは全部覆われてはいなかった。商用だったからだ。屋根は固定屋根だったが、ガラスはなく、 乗客部分だけを覆っているものだった。ガラスの代わりにキャンバス地のサイドカーテンを開け閉めして使っており、悪天候の際にはもっと硬いカーテンをスナップで取り付けて使っていた。1910年代には、フォードモデル T のステーションワゴン、6人乗車が製作されたが、これはまだデッポハックとも呼ばれていた。木製ボディは手で磨いて仕上げられており、一般にはウッディーと呼ばれて親しまれた。 屋根はあったが側面は全開放されていた。後部座席を外すとトラック状となった。1922年、ハドソンの低価格ブランド用紙会社エセックスが、お買い得の全転向型の自動車を世に出した。これが、米国自動車産業がオープン型車両から消費者の求める覆われたエンクローズ自動に向かうきっかけになった。 特に上流階級向けの高額モデルを作っていた自動車会社ではステーションワゴンもエンクローズタイプとなっていくこの時代のガラス窓はリトラクタブル型やスライド式だった当初ワゴンメーカーの乗客コンパートメントはカスタムボディビルダーにアウトソースされていた木製ボディの製作には時間がかかったからだ木製ボディの製造メーカーとしてミッチェル・ベントレー USB& を買い、キャントレルなどがあった。木製ワゴンの屋根は通常ストレッチとキャンバスと呼ばれる、キャンバス地を張ったものに防水加工をしたものだった。1919年には、ストートンワゴンカンパニー、ストートンワゴンカンパニー、ウィスコンシン州ストートンがカスタムワゴンボディを、フォードモデル T に仮装を開始。同年、木製ボディ仮装業 JT カントレル社が、 クライスラー社に木製ボディを仮装し1931年まで続けた。やがて自動車メーカー自身がステーションワゴンを製作するようになる。GM 創業者ビリー・デュラントの会社デュラントモーターズのブランドであったスターから1923年に発売されたモノ一般には最初の自社生産ステーションワゴンとされている。フォードはステーションワゴンの採用手として 1929年には販売トップとなっていた。フォードは自社で片木の森と製材所を所有していたため A 型のワゴンでのコンポーネントの供給を恥じた。1929年には A 型のワゴンに使うコンポーネントのサプライを開始。このモデルでは最終工程はまだ社外への委託作業だった。当初は工場で最終組み立てされた自動車をデトロイトのブリムズに持ち込み、 ルイスビルのメンゲルからの部材でボディを仮装していた。ダッチも1929年には直列6気筒エンジンのスタンダード6をベースとしたステーションワゴンモデルを生産している。定員6人で客室の窓は下に落とし込むタイプで片側に3枚ずつついている。ステーションワゴンの始まりは商用だったので1930年半ばまでは木製ボディであり、これらは ウッディーと呼ばれて親しまれていた。また、乗用車の乗客のコンパートメントのフレーム、車体枠には、紅葉樹から切り出された型木が使われていた。通常の乗用車では、フレーム、車体枠は鉄で覆われており、ラッカー、米国のラッカーは自動車塗料の胃で色をつけられ保護されていた。最終的に、ステーションワゴンもオールスチールボディが適用された。それは、 強度とコストと耐久性に優れていたためだった。しかし次第に社会的に高級なものとして認められるようになってくる。車両価格は一般的な車よりも高めに設定されたが富裕層には人気を得ていた。米国のカントリークラブでの車高用品の一つでもあった。紳士らしさを強調するためのハードウッド、紅葉樹木材のボディの使い勝手がビュイク。 パッカード、ピアースイコールアローなどの高級車メーカーに好んで使用された。名声とは関係なく、ウッディワゴンには常時メンテナンスが欠かせない。ボディは密仕上げなので使用中にも一定期間で塗り直しが必要となる。木は季節によって膨張、縮小するためネジの締め直しも必要である。第二次世界大戦が終わり、 1942年時点の生産軸具を使い自動車生産が再開された。対戦期間中に生産技術はかなりの進歩を遂げていたため、対戦後の新デザインでは、ステーションワゴンもオールチール、全鉄製が普通になった。北米でのオールスチール製、ステーションワゴンは、ウィリス王の1946年式、ジープステーションワゴンである。これは、 対戦中に戦争遂行のために作られた頑丈なジープベースのもの。このウイリス車は2ドアモデルでプレミアムトリムパッケージではパッセンジャーコンパートメント外側がウッディ時代のワゴンを彷彿とさせる軽量フレーム暗色系パネルのデザインとっていた。1949年プリムスが自社発オールスチール製ステーションワゴンの2ドア車プリムスサバーバンを発売。これは 民生用自動車ベースである。1950年にはプリムスのラインからはウッディ型が外され、すべてがオールスチール製ボディとなる。シボレーサバーバンも非常に似た仕様だった。ビュイックは最後までステーションワゴンの木製構造にこだわったメーカーだったが、それでも1953年が最後の年となった。フォードとマーキリーは1955年まで見た目は、 木製タイプのようなモデルを提供している。しかしその見た目を形作っていたものは鉄、プラスチックなどの素材だった。3M 社開発のダイノックなどの高分子化合物も使われていた。フォードカントリースクワヤという名前で知られているフルサイズワゴンは1949年に登場し1990年代初頭まで放射の主力製品の一角を占めていた。 1966年に、米国で、再び木製装飾がなされた、ステーションワゴンがダッチから登場する。その外観は15年間変わらなかった。1967年からはこの木製粉装飾は、最高級モデルに限定して使われたが、これは、飾りのないモデルは安価であることを表し、そうでないものはステータスを表すことを意味していた。米国では、 都市郊外に形成された地域コミュニティで、その年に発売されたウッディタイプ、木製装飾、ステーションワゴンを所有していることが、富の象徴でもありまた所有者の趣味の良さをすものと、受け取られていた。しかし1990年代以降は、これら、フェイクウッドと呼ばれた、木製風スタイルは古臭いものとされるようになり、メーカーは製品ラインから外すようになった。その後、 PT クルーザーがレトロスタイルで登場したことがきっかけとなり、アフターマーケットアクセサリーメーカーがノスタルジアを感じさせウッディキットを売り出すようになった。米国でステーションワゴンは1950年代から1970年代にかけて大人気となり、生産台数においても最高の時代を謳歌した。1950年代から1960年代半ばには、 通常モデルの2ドアモデル4ドアモデルから当時流行した B ピラーなしのハードトップモデルまで様々なボディスタイルのものが作られた。AMC のランブラーがハードトップのステーションワゴンを1956年式から世に出し、続いて1957年式でマーキュリー、オールズモビル、ビューイックから1960年式ではクライスラーからも発売された。 ハードトップステーションワゴンは製造コストもかかり、高価だったので、販売数は多くはなかった。GM は1959年式で、a m c は1960年式、フォードも1961年式ではラインナップから外してしまった。クライスラーとダッチが1964年式まで販売していた。米国では、フルサイズのステーションワゴンは6人から9人乗車である。 ことが通常とされてきた。6人乗車の基本仕様は3人がフロントシート、もう3人がリアシートに座るというもので、シートはどちらもベンチ型のシートである。9人乗車にはベンチ型シートをもう一つ3列目のシートとして追加した。3列目シートは後ろ向きにレイアウトされることも多かった。この3列目シートはリアの荷物置き、 リアカー後の後輪車軸上に位置することとなった。フォードは、それぞれのシートに2人分追加して10人乗車としたが、かなり狭かったため後のモデルでは1人分追加の8人乗車しようとされた。新しいモデルになるに従い、より小型のプラットフォームで作られるようになったため、5人乗車、または6人乗車となる、フロントシートがバケット型かベンチ型かによる、 車の大きさと安全性の観点から乗用車ベースで製作するステーションワゴンではリアカーゴ部分にシートを設けることが禁止された。例外はフォードトーラスとマーキュリーステーブルでこれらには小型のジャンプシート、折りたたみ式シートが子供2人用として装備されていた。シボレーサバーバン、フォードエクスペリションといったフルサイズ SUV ではフロントシートもベンチ式とした9人乗車仕様など 蒸気フルサイズステーションワゴンと同機能を備えている。また、米国では日本と同様 SUV も車両登録上ステーションワゴンとされており、カテゴリーとしても SUV はステーションワゴンとすべきと主張する人も多くいる。1955年、1956年、1957年として、シボレーはシボレーの窓、姉妹車、ポンティアックサファリが スポーティにドアワゴンとして発売された。米国での家庭用としての売れ行きは思わしくなく3年で終了した。その社名は1958年にピラー付け4、ドアワゴンモデルに使われている。シボレーは、ノマド名は1961年式で終了。ポンティアックは1980年までサファリ名を使った。マーキュリーでは1957年から1960年に かけてにドアハードトップワゴンを生産した。1961年にはこのユニークなモデルを終了、ピラー付けモデルのみとなった。米国では、ステーションワゴンとワゴンは同じ意味で使われる。ワゴンは荷物を乗せるもので、トラックと同じ意味を持つ。1970年代は米国でにドアワゴンのピークだった。多くのメーカーが小型車ラインでの作成を始めた。 1972年から1980年には、ホードピンとマーキュリー・ボブ・キャットが発売される。1971年から1977年には、シボレー・ベガノにドアーゴンモデル。ポンティアック・アストルでも、同様モデルを1973年から1977年に発売した。 AMC ものワゴンモデルで市場に参入し1977年から1980年まで発売した。米国ではセダンデリバリーまたはデリバリーと呼ばれるにドアステーションワゴンがある。通常リア部分は窓はなくパネルで覆われている。これは米国では1970年代から製造されているもので、ベガとピントでパネルタイプが提供されたことに始まる。 米国では多目的車両として一世を風靡したステーションワゴンであるが、1983年に登場したダッチキャラバンの登場以降、その位置はミニバンにとって変わられることとなった。これらはスペースに有利な前輪駆動を使用していたことも一因である。さらに1990年代半ば以降は各メーカーからクロスオーバー SUV が次々と登場し、消費者の需要は 急速にステーションワゴンか離れていった。フォード・トーラス、ホンダ・アコード、トヨタ・カムリといったベストセラー車のステーションワゴンがいずれも1990年代に廃止となり、輸入車についてはメルセデス・ベンツ C クラスのステーションワゴンを最後に2005年に米国市場から撤退した。2004年にはダッチ・マグナムで久方ぶりに米国メーカーによるステーションワゴンが復活したが、 2008年をもって販売終了以降米国ではステーションワゴンの新車は発売されていない。フォルクスワーゲンは1950年に発売開始した VW トランスポルターで人と荷物を乗せるコンビタイプを発売している。以来、コンビという名称はステーションワゴンを表すものとして使用される。日本でボルボのエステートで知られるモデルもスウェーデンでは コンビとしてカテゴリーされ、呼ばれている。1953年にオッペルは、レコルトオリンピアを発売。後にステーションワゴンというカテゴリーで呼ばれることになる。スウェーデンのサーブ95が1959年から1978年まで発売された。二ドアファストバックサルーンをベースとしたエステートである。1977年には、アウディ100アバント、1978年には、 メルセデスベンツ 300TD、240TD というステーションワゴンが発売されいる。長期休暇に自動車を使っての旅行をする機会も多い欧州ではセダンに近い使い勝手を持ちながら積載性に勝るステーションワゴンは徴用された。欧州メーカーはセダンの各車種にステーションワゴンのラインナップを加えている場合も多い。1990年代後半からは アメリカからのクロスオーバー SUV への需要の移行が、欧州でも、顕著になった。2010年代以降では、多くのメーカーがクロスオーバーをラインナップし、本来アメリカ市場に向けて企画されたモデルが、欧州でも意外な好評を得るという現象も、見られている。英国では中小型のエステートカーが、一般的で、モーリス1000、モーリスマイナーやミニのエステートモデルがその中心である。 モーリス1000には、アシュウッドフレームタイプもあった。両モデルともオプションで、両開き型のワンタイプのリアドアにでき、昔ながらのシューティングブレークスタイルにすることができた。ヒルマンインプのエステートモデルヒルマンハスキーは、リアエンジンのエステートで、珍しいタイプだった。西欧の2ドアエステートとして、フォードエスコート、モーリス1100、ボクソールビバ、ボクソールシベット、 フィアット127がある。自動車産業の立ち上がりから現在に至るまで、日本では貨物自動車であるライトバンと共用のボディで作られる例が多々あり、そうした車種は主に貨物車の一年車検を避ける目的で作られている。しかし一部には、予備座席、ジャンプシートを備えた日産、セドリックなど、アメリカの流儀に習った高級志向のものも古くから存在した。また、 釣りやスキーといったアウトドアレジャー用途にライトバンを用いるユーザー層が1970年代末から1980年代にかけて増えていくのに伴いトヨタスプリンターカリブ、日産、サニーカリフォルニア、スバルレオーネツーリングワゴンなどの単なるバンの転換モデルではない車種が生まれ始めた。ホンダシビックカントリーのように北米に習ったキメ装飾を装備した車両も登場したのも この頃である。1989年、平成元年10月に、スバルレガシーツーリングワゴンに GT グレードが追加されたことや、輸入車であるボルボ850エステートが爆発的な人気を得たことから、ステーションワゴンはライトバンと違い、セダンと同等かそれ以上の機能、性能を備えるものという認識が定着し、各社ともこの動きに追従する形で、 ステーションワゴンのシャレタレジャーイークルへの脱皮を図り、日本にステーションワゴンのブームが到来した。ステーションワゴンは RV ブームを頂点に、車種別シェアとして一時20分パーセント後半まで増加し、この時期はほとんどの自動車会社がステーションワゴンを発売していた。しかし2010年代後半以降、狭い日本ではより取り回しの良いクロスオーバー、SUV、 ミニバン、軽ハイトワゴンや A セグメント級の小型ハイトワゴンなどの流星により、ステーション1を販売中止及び生産終了することも増えた。三菱、コルトプラスが台湾船売に移行したほか、日産、ウィングロードが2018年、平成30年3月をもって販売を終了し、日産とその参加である三菱自動車は、ステーションワゴンから完全撤退した。 現在日本車では、トヨタカローラツーリング、およびトヨタカローラフィールダー、トヨタプリウスアルファー、5人乗りモデル。OEM 版のダイハツメビウスを含む、ホンダシャトル、ホンダジェイド、マズダロックワゴン、スバル、レボーグ、ミツオカ、リューギーワゴン、ベース車は3代目トヨタカローラフィールダーがラインナップ、されている。 また、日本のみならず、世界各国の自動車会社では依然として大半が、ステーションワゴンをラインナップしてはいるものの、1990年代以降から SUV と下部の対等に押され続けている。これは、近年の実用性重視の風潮に加え、技術の進歩により、ステーションワゴン、及びセダン、クーペ以外の自動車も高速域での乗り心地と、操縦性。 ハンドリングを大幅に向上させているのも元であると考えられる。ステーションワゴンあるいはワゴンは主にアメリカ合衆国やオーストラリアで使われているボディスタイルの名称。イギリス文化圏ではエステートカー。フランスではボアジュールファミリアルや英語の馬車由来のブレーク、ブレーク、またはブレーキが用いられる。 固有の社名では、ボディスタイルの名称を付けることもあれば、乗用車用語には、とらわれず、他分野からの借用や組み合わせによる造語などで、メーカー固有の故障を使用している場合もある。以下は、その一例である。その他に、現代では特殊なカテゴリーに属するものとして、同じく、英国馬車由来のシューティングブレイクという故障もある。 これはイギリスで貴族が狩猟用に猟犬と道具を乗せられるようにし、同カテゴリ名の馬車を利用していたのと同様の目的で、自動車時代では高級スポーツカーや GT カーを改造するか、あるいはモノコック車以前でのボディが、オーダー時代の自動車では一台一台がに別仕様の手作りとして製作され、広い過失や様々な狩猟用装備と贅沢さを兼ね備えた車のことを指す。 規制モデルでは、アストン・マーティンの DB4 から6や、ジャガー XJS などの例がある。2ドアをベースとするものが、一気と解された。2005年の東京モーターショーで、アウディが、シューティングブレイクの名を持つコンセプトカーを出展した。ステーションワゴンは、ステーション、駅のワゴン、馬車で、駅馬車と訳され、アメリカ開拓機に人と荷物を乗せて、都市間を移動した。 駅馬車がその語源として紹介されることがある。後者の駅馬車は映画のタイトルとしても知られるが、この現代はステージコーチ、ステージコーチである。ステージコーチとは馬車を使った交通機関のことであり、このステージとは馬車に乗っている乗客を乗り降りさせる駅を指す。現代で言えば長距離バス及びその停留所に相当する。 これは19世紀より前から広く各国各地域で使われていた交通機関もある。また17世紀頃の英国の公共交通用途の馬車には大別して、ハックニーキャリッジという市街地で使用される軽量なものと、ハックニーコーチという大きめで頑丈な街と街を結ぶ都市間交通用途の乗り合い馬車があった。前者は都市部でのいわばタクシーで、日本語では 辻馬車と呼ばれるものである。ハックニーキャリッジは現在、英国タクシーの正式名称でもある。後者のハックニーコーチは、その後ステージコーチと呼ばれるようになった。これも現在日本語で、駅馬車と呼ばれるものである。一方同時期のステーションワゴンは、駅からの人や荷物をその周辺地区に配送する役割のもので、駅とその周辺を往復するタクシーであり荷物の配送車でもある。 日本語では、人の運搬、タクシーでは、辻馬車と表現するが、荷物を運ぶのであれば、辻馬車ではなく、そのものを正確に表す日本語はない。つまり、ステーションワゴンは、鉄道の駅周辺で利用される、ワゴンであり、ワゴンイコール馬車と訳されるのが、一般的なので、これを、駅馬車と紹介することも可能であるが、すでに、日本語で、別の意味で、 駅馬車という言葉があるため混乱が生じている。英語であれば、ステーションワゴンとステージコーチは全く別の表現で、あるが、駅馬車という同一の日本語表現として紹介されるために生じる勘違いである。つまり現代のワゴンとは、積載物問わず、馬が引く車という意味ではなく、古くから現在まで続く乗り心地ではなく、 積載量を重視した荷物を主に運ぶ用途の車両の意味である。2019年9月現在、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。